遊んでる風景と自分の関係が、まあ、神様のようになってる感じで、あの何でも決められる、でも何でも意味になり立つっていうことが、子供の遊び方を見るとそれが見えてきたので、かなり面白いと思います。これ元々の発想としては絶対位置を使うってことなのか、メッシュを光学的に認識するかなんかしてやってるんですか。まあ、工学的に何かを認識して、何かを認識して、ちょっと企業秘密してください。